皆さんこんにちは。改めましてリメイジです。今回は、ベトナムハノイ滞在期ということで1日ハノイを観光していきたいなと思います。私がおすすめするスポット、ぜひね、その通りに回っていただければ有意義な時間を過ごせると思いますので、ぜひ真似していただきたいなと思います。はい、ベトナムのハノイなんですけど、2日もあればゆっくりできます。夜までハノイ楽しめます。めっちゃめちゃ夜も盛んな街なので、別にそんなに朝9時からスタートとかで旅行しなくていいと思います。はい、なんか私が紹介する以外のところでもおすすめとかあったら、ぜひ皆さんコメントにいただきたいなと思っています。なんかインドを思い出させるようなこのクラクションの多さなんですけど、本当によそ見すると惹かれるぐらい危ないです。なんか私は別に詐欺とかに会ってないけど、詐欺とかに会う人も多いみたいなので気をつけてください。はい、もうね、バイクの量がやばいでしょ。あとね、空気もすごく悪いので呼吸がしづらいっていうか、そんな様子はあります。はい、客引きの人は本当に多い、まあ、インドよりは多くないんですけれども、あとバイクの音がすごくうるさいので、皆さんちょっと初めての方はストレスに感じられる方も多いんではないでしょうかっていう感じなんですけど、今私が向かっているところはまず朝ごはんを食べようと思って、これはねちょっと皆さん超有名なので、ベトナム行こうかなと思っている方は皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、ということで着きました。バインミー、めっちゃ混んでるんですよ。まあ、私も店内で食べたことがあるんですけれども、これはテイクアウトがおすすめです。アイスアメリカーノがちっちゃいんですよ。なのでコーヒーと一緒に食べたいという方はぜひこれの隣のコーヒー屋さんのカフェがあるんですけれども、そこで食べた方が席も広いですしゆっくり食べれるので、それがおすすめかなと思います。はい、そのいろいろ種類があるんですけれども、一番おいしいやつがあるのでそれもね紹介したいと思います。このビーフのシリーズ、これがマジでおいしいから、ぜひ皆さんこれ頼んでみて。テイクアウトはこういう感じで札をもらって食べます。作ってくれてます。パクチー多分日本人の方苦手な方も多いと思うので、パクチー抜きとかも言えるので、はい、ということでテイクアウトしました。バインミーの店舗まず狭いから、ここ2カ所あるんだけどもう満員なんですよ。で、店内の人も今待ちなので、これ買ってこっちこの隣真隣にコーヒーショップあるから、ここでゆっくり食べるのがおすすめで、持ち込みは OK です。はい、2階、人が多いとこが苦手な方はこっちに来てください。でさっき買ったこれね、持ち込み OK なので皆さん心配しないでください。でお水もついてきます。こんな感じ、めっちゃ大きめで、アイスアメリカンで来ました。次は20分いかないぐらいのところにホアンキエム湖っていうところがあるんですね。でそこに今から向かっていきたいなと思います。なんかこれみんな被ってる人多いんだよね。こんな感じ、ちっちゃいんだけど、どうやって被んだこれ、ちっちゃいね結構。肉まんです。めっちゃ安い。着きました。ここホアンキエム湖、若干ちょっと臭い、でもそんなに匂わないかな。タンロン水上人形というかもうこの近くにあるので、水上人形見たい方はこの近くに行ってください。はい、昼と夜どっちもいいのでどっちも行ってみてください。はい、青材を着た女性が結構周りには多くいらっしゃいますね。入場料は180円ぐらい。このホアンキエム湖の周辺が結構面白くて、いろいろね、なんか出し物っていうかお店が連なっています。はい、で次に行くのがハノイ教会っていうところです。 OK、 頼まれた、撮りますよ。ハナトゥーセ、はい、すごい、
うわ、眉やん。本物の眉で虫がいっぱいついてる。うわ、うるさい。なんかやってます。めっちゃすごいじゃん。とりあえずなんかめっちゃみんな踊ってる。歩いて15分ぐらいの場所で着きました。ここがハノイ大教会。絵で描いたものがそのまま本物になって出てきた感じ。すごい、本当なんか絵で描いた感じがする。中は撮影禁止なので、ここからはカメラなしで行ってきます。ステンドグラスがあってすごい綺麗でした。結構皆さん写真撮ってたんですけど、一応ダメということになってます。正面もいいんですけど裏もいいです。私もねこんな感じで撮りました。インスタグラムにいろいろ載ってると思います。見終わったら次はこことセットで近いのがポアロー刑務所っていうところです。ここから10分ぐらいすぐ着くので、教会を出てちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ、Google マップで皆さん来てください。この後ろの路地みたいなところに行きます。ここもめっちゃおしゃれなカフェがいっぱいあるのですぐ着きました。歩いてね10分ぐらいですかね、はい。ここがベトナムってもともとフランスの領土だったんですけど、アメリカ人も収容されたし、あとベトナム人ももちろん収容された刑務所で、都心の刑務所だそうです、はい。もうなんか外観がめっちゃ刑務所っぽいんだけど、これがチケットで180円ぐらいですかね。 Can I take a photo? OK, okay. Japan. We have all you guys Japanese here. この説明のやつ借りました。で中に入っていきます。この場所はもともと鎌職人がたくさん滞在していた場所だったそうで、ホアが火、ローが鎌という意味で、ここの場所がホアローっていう町になったらしいです。当時鎌職人が作ってたのがこれ。昔7人の脱走兵がいたらしいんですけれども、その人たちのせいでって言ったわけではないんですが、まあほぼその人たちのせいで窓がね全部密封されて衛生環境がすごい悪かったそうです。はい、ということでホアロン刑務所終わりました。かなりリアルな刑務所内っていうのが拝見することができるので、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思います。この次に行くのはこの近くに15分ぐらい歩いてトレインストリートってところがありますので、そちらに向かいます。はい、トレインストリートを向かっていただいてもいいんですけれども、ちょっと小腹空いたなっていう方に向けておすすめのレストランとカフェがあるので、そこもちょっとちらっとお見せしたいなと思います。こちらの動画に差し替えます。店内はこんな感じでもう満席で、私は相席です。このメンバーと5人のメンバーと、とりあえずフォーを頼みました。いただきます。私パクチーがめっちゃ好きだから本当に美味しい。麺が結構しっかりしてる、太めだからすごい美味しい。これなんだろう。エクスキューズミー、おい、エクスキューズミー、何これ。オニオン、あ、オニオン、うん。What? ありがとうございます。なんで？どうやって食べるの？あ、これをなんかいただきました。ここにつけて。ありがとうございます。なんだこれ？オフ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 みたいな感じ。はい、ということでカフェ着きました。一番上の席がこんな感じです。めっちゃ涼しいです。ちょっとこんな感じ。ここは結構特等席な感じですよね。この
こんな感じで中に入ったらいっぱいコーヒーショップがあります。ここはかなりフォトスポットかなと思います。これ線路の上を歩けるので意外と観光客も少なくていいですね。はい、ということですっかり夜になったんですけれども、今日の夜ご飯はピザを食べます。ベトナムに来てなんでピザって思うかもしれないんですけど、ここはめちゃめちゃ有名店で、本当事前予約をしないと入れないぐらいの、あのピザ屋さんなんですね。前日に予約をしたのでここに行ってきたいと思います。はい、日本人が経営しているピザ屋さんです。ちょっと早めなんですけども入りたいと思います。いいじゃん窓際。上のピザハーフ&ハーフにしてみました。これがパスタのメニュー。とりあえずビール来ました。はい、じゃあ乾杯。アップルのなんか味のビールだったの、びっくりなことに。ちょっと2杯目は違うのを頼もうかなと思います。このビールめっちゃ、でもビール苦手な人とかは飲みやすいんじゃないかなと思う。すごくない？このチーズすごいんだけど。これきた、これ2個ついてると思わなかった。かかってないやつね、あんまりチーズが。やばい、マジで美味しい。なんでこんな美味しいの？チーズだけ食べようかな。やばい、美味しすぎ。いや、このさチーズがさ2つあるっていうのがめっちゃ贅沢じゃない？私さ1個だと思ったの、そしたらまさか2つついてきて超びっくりした。美味しすぎる。ここは本当にみんな行ってみてください。私は今日ピザ屋で食べたんですけど、こういう感じで屋台もやってるので、こういうとこでね食べてもいいと思います。ずっとこの屋台が並んで、結構皆さんここのローカル屋台で食べてる方はすごく多いです。ここもビールが60円とかですごく安いので、ちょっとまだ飲み足りないなっていう方はここ来ていただいてもいいと思います。ここに来ていただければ夜遅くまでやっていますので、ぜひ行っていただきたいなと思います。私はねもうホテルに戻ります。この動画が参考になったなっていう方はぜひいいねとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ハノイクラブ街もあるのでぜひクラブが好きな人は行ってみてください。また次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。